反撃する元気もない奴を攻撃するなんて、それでも男がよ。こら小林、また考えもなしに動いて。そこをどきなガキ、侍とへし折って海に沈めてやるぞ。やれるもんならやってみろ。返り討ちで土左衛門にしてやるよ。どうしよう。このままじゃあの子が、小林くんが。仕方ありませんね。あなたはここにいてください。明智さん。明智、悪いけどお説教なら後にしろよ。俺たちが日本からここに来るまでに味わった苦労、こいつら知りもしないで。小林、それは八つ当たりですよ。明智は悔しくないのかよ。今まで散々苦労してきて、到着早々これだぜ。悔しくなかったらこうしてお前の隣に来ていないでしょう。小林、援護。了解。泣いて後悔するなよ、このガキどもが。それはこっちのセリフだ。全員まとめて成敗してやるよ。小林、取りこぼしはお前に任せます。任せとけ。うわっ、まるでダンスでも見ているみたい。この悪いけど豆とか種は全部船の中で食べちゃって切らしてんだ。そこら辺の石ころで我慢しろよな。いでえお前たちは一体。あなたたちに名乗るほどのものではありませんよ。すごいわ、あんな大人数をたった2人で倒してしまうなんて。やったな明智。ミス・ホワイトリー。まったく、校外学習は団体行動が基本だと言っていただろう。こんな場所まで来るなんて。僕は君の考えが理解できない。したくもないがな。二人ともごめんなさい。私のことを探しに来てくれたのよね。心配をかけてごめんなさい。心配なんてしていない。君の行動はいつも心配を飛び越えて、呆れるものばかりだからな。そんなこと言うなよ、ホームズ。彼女が見つかってよかったじゃないか。さっきの先生の話もあったから、何か事件に巻き込まれたんじゃないかって心配してたんだ。俺もホームズも。うん。それでだ、ミス・ホワイトリー。一つ聞きたいんだが、あの騒ぎは一体何事だ？これは、密輸犯が逃げようとしていたのを東北の日本から来た人たちがあっという間に成敗したの。すごかったのよ。ああ、成敗？懲らしめるという意味だ、ワトソン君。さあ、私たちも海に落ちた荷物を引き上げるのを手伝いましょう。え？そんないきなり？俺たちも？困っている人を放ってはおけないでしょ。ああ、これはマッケンジー先生の説教を聞いている。でもまあいいか、早く手伝おうぜ。見たところちょっと怪我してる人もいるみたいだし、俺が手当てもするよ。仕方ないな。ありがとう、二人とも。この度はご協力ありがとうございました。あの一味は薬物の違法輸入で有名な連中で、我々も足取りがつかめずに苦労していたんです。あの入国船の者から通報があった時は何かの間違いかと思いましたが、皆さんのおかげでこうして一味全員を捕らえることができました。おかしいわ。まるで私たちが密輸犯を倒したような言い方ね。いやー、あのハリントン学園の生徒さんがこちらに見学へ来ていることは耳にしましたが、さすが名探偵を育てる。勘違いしているようですが、一味を捕まえたのは僕らではありません。俺たちはその被害に遭った人の手伝いをしてただけですよ。俺たちが駆けつけた時、あいつらはすでに倒されてましたから。またまた、そんな謙遜しないでくださいよ。皆さんの活躍は学園にもしっかり伝えますよ。違うんです。あの密輸犯たちをやっつけたのはあそこにいる。さっさと行かないか。もうじきスコットランドヤードの正式な調査が入るんだ。なんでだよ！あいつらを捕まえたのは俺たちなんだぜ！どうして追い出されなきゃならないんだよ！嘘をつくな！お前たちのような軟弱な黄色ザルに一体何ができるって言うんだ。薄汚いジャニーはさっさとここから離れろ。なんてひどいことを。もう一回言ってみろよ。バカにするな。俺たちはジャニーじゃない。ジャパニーズ、日本人だ。小林。話せ！話せよ！話せったら！小林誠司、お前はここに来た目的を忘れたんですか？僕たちは喧嘩をするために海を渡ったのではないんですよ。明智さん、小林くん。ミス・ホワイトリー、追いかけるなら早くしたまえ。君の歩幅では、後から追いかけようとしても確実に見失って終わる。マッケンジー先生やクラス全員に謝る気があるのなら、さっさと今、行きたまえ。ホームズ。あ、行っておいでよ。俺たち、ここで待ってるからさ。ワトソン、二人とも。ありがとう。私、ちょっと行ってくるわね。ホームズ、どうせ彼女と一緒に謝るつもりなんだろ？ワトソン君、君はどうなんだ？ここまで付き合って手伝いまでしちゃったら、もう同罪だろ？ああ、それで、なんて言い訳する？下手な言い訳は避けるべきだろう。ミス・ホワイトリーは嘘が不得意だ。その場で確実にバレるからな。だよな。正直に話すしかないか。明智さん！小林くん！あなたは？一体、どうしたんですか？僕たちを追いかけてくるなんて。密輸船の通報をしたのはあなたたちだったんじゃ。なぜそのように？2人ともスコットランドヤードが来ることを予想していたみたいだったし、それに出会った時積み荷を陸に上げていた途中だったのに、2人はその手伝いをしてなかったでしょ。ついさっき仲間を助けてる2人を見て、ちょっとそれが不思議だったの。もしかして、ずっと密輸犯たちを見張っていたんじゃないかって。すごいな。まるで探偵みたいだ。たまたま、船内で読んでいたエゲレスの新聞の中に、彼らの事件が載っていたんです。その一味の手の甲には、蛇をかたどった入れ墨がある。到着するなり、明智が俺の万能望遠鏡を貸せって言ってきてさ。もう探す島も大陸もないはずなのに、ついに疲労で、明智がおかしくなったのかと思ったよ。失礼なことを言わないでください。隣の船の乗組員たち。その周囲に対する警戒に違和感を感じただけです。出港まで待機しているにしては、落ち着きがなく、殺気立っていましたから。船員の手の甲を確認し、入港手続きのために先に船を降りた方に通報するようにお願いしたんです。そうだったのね。本当なら、周囲に称えられるべきなのは、明智さんと小林くんのはずなのに、あんな侮辱されるような扱いを受けるなんて。あのね、二人とも。私は、二人が日本からこの国へ来てくれたことを、とても歓迎するわ。これは食べ物ですか？これは私の大好きなカスタードタルトっていうお菓子で。お菓子？もらっていいのか？もちろん。小林、男子たるもの、そうやって甘いものに目移りするなんて。いただきます。やれやれ。これ美味しいな。モナカとはまた違った甘さだ。私の羊のお手製なのよ。ロンドンでもこれほど美味しいタルトはなかなかないんだから。本当か、はあ、ありがとな。異国でどんな扱いを受けるか覚悟をしていました。僕たちの国、一歩間違えば従属国の仲間入りをしかねない立場ですから、あんな風に馬鹿にされることも予想の範囲内です。明智さん、あなたのような方に到着早々出会えるなんて考えもしませんでした。散々な後悔でしたけど、最後にそこだけは幸運だったのかもしれませんね。この前のドッグランチではあなたにも心配をかけてしまったわ。ごめんなさい。そうね、でもあなたが無事でよかったわ。それにあなたとホームズとワトソンの3人が揃って頭を下げる光景なんてめったに見れないのね。特にホームズのはレア中のレアね。私とワトソンのは見慣れてるってことかしら。みんなもすごく貴重なものが見れたって感動していたわ。それはよかった。だったら次からは見物料でも徴収するとしよう。気にすることないわホームズ。次から気をつければいいのよ。君から言われると無性に腹が立つのはなぜだろうな、ミス・ホワイトリー。まあホームズは成績優秀だからあんまり怒られるところを見ないもんな。珍しいわけだよ。君が宿題忘れや居眠りで叱られすぎているだけだ、ワトソン君。皆さん、席にどうか自分の席についてください。今日はまずはじめにこのクラスに編入することになった留学生2人を紹介します。さあこちらに。明智さんに小林くん。あ、やっぱりこのクラスだったんだな。小林、静かにしなさい。なんだよ、明智だって彼女に会えて嬉しいくせに。大声で死後など見苦しいと言いたいんですよ、僕は。やっぱり否定はしないんだね。小林、お前は僕が許可するまでずっと黙っていなさい。マッケンジー先生、失礼しました。続きをお願いします。ええ、はるばる日本からやってきた明智健一郎君と小林誠二君です。もともと2人には留学の世話をする人がいたのですが、不幸なことにその人が病で亡くなってしまっていて、この2人の活躍を知った我がハリントン学園が代わって留学の世話を引き受けることになったんです。2人の活躍。明智さんと小林くんの居場所と状況を把握してハリントン学園に編入させるなんて、さすがマッケンジー先生。探偵クラスの先生なだけあるわ。二人とも文化の違いなどで戸惑うこともあるでしょう。みんな二人が学園に馴染めるよう協力してくださいね。では明智君、小林君、二人とも席を用意しているから座ってください。マッケンジー先生、一つだけお願いがあるのですが、よろしいでしょうか？ん？明智君、お願いとは？僕を、このクラスの学級委員に任命してはいただけませんか？ホームズ、一つ聞きたいんだけれど。皆まで聞かずともわかる。このクラスには、そもそも学級委員という役職が存在していたのかと、君は聞きたいのだろう？その通りよ。だいぶ前にはそういう役職があったはずなんだけど、他のクラスと比べて探偵クラスって個人主義なやつとか変わったやつが多いから、まとめるのが大変で、みんな長続きしなかったんだ。つまり存在はしているが機能は全くしていないということだ。おい明智、お前いきなり何言い出すんだ。いきなりではありません。僕は祖国日本を発展させるためにこの国へ留学しました。限られた留学期間の中で多くを学び、この身の糧とするには、普通に勉強に励んでいるだけでは全く足りません。常に自分に責任と課題を課し、努力を怠らないようにしなければなりません。そのためにも、僕は責任ある役職に就く必要があります。なんてこと言ってんだ。頭痛い。おい明智、気持ちはわかるけど、初日からそんなに飛ばしたらきっとみんなに白い目で見られて。さすがは東国からの留学生だな。そんな立派な決意を持ってるなんて、ただの転校生とは一味も二味も違うぜ。本当に僕たちと同じ年とは思えません。その若さで国を背負ってるなんてすごいや。ホームズ君、あなたはこのクラスを代表する探偵、しかも女王陛下より賜った指輪を持つものだと聞きました。僕も一流の探偵を志す者。あなたのような人に会えて光栄です。ん？到着早々ホームズをマークするなんて、彼ただものじゃないわね。確かにクラスでも一番の変わり者と言われてるホームズにこのタイミングで声をかけるなんてな。この僕が変わり者？面白いジョークだ。僕は常に分析と観察を怠らず、人より多くの証拠に気づくだけだ。こうして堂々と言い放つところなんだかホームズと明智さんって似ているかも。こちらこそ、あえて光栄だ明智君。ホームズ君、まず初めに言わせてもらいますが、僕はあなたには負けません。ナンバーワンのあなたを超え、一流の探偵となってみせます。そうか。では僕も君に一つ言わせてもらおう。一流の探偵を目指すのであれば、誰かの後を追うのではなく、この僕のように自分の信じるやり方を貫くべきだ。勝ち負けにこだわっていては感情的になって真実を見失う可能性がある。そうですか。つまり探偵はナンバーワンであると同時にオンリーワンを目指すべきだと、そういうことですね。まあ解釈は君に任せる。さすがはホームズ君。僕の宣戦布告に対してもアドバイスを添えて返答すると、一流の探偵とはすなわち一流の英国紳士でもあるというわけですね。勉強になります。おい、明智はものすごく前向きなのか、それとも単にホームズの嫌味に気づいていないだけなのか。ふん、甘いね。明智をそこら辺にいるガリ弁と一緒にしちゃいけないよ。いや、誰もガリ弁だとは一言も。明智は1に勉強、2に教養、3心に稽古で5にメガネ。メガネ？自分を鍛えていじめ抜くことに喜びを感じる、冗談の通じない超勤勉男なんだよ。ああ、つまりは超ガリ弁ってことか。小林、いじめ抜くという言い方には語弊があります。それとお前の手帳借りていますよ。え？あ、お前いつの間に俺の7つ道具を。いついかなる時も油断してはいけません。これも鍛錬です。そう、いつもいきなり鍛錬とか言って何か仕掛ける男、それが明智さ。勤勉家で日夜鍛錬に励んでいるなんて、明智さんってすごいのね。まるで警察犬のような徹底ぶりね。息が詰まっちゃいそうだわ。あなたたち、自分を鍛えるとかいじめるとか言う前に、一つ大切なことを忘れているわよ。このクラスのナンバーワン、そして、オンリーワンは、そこにいる子よ。おぉ、うんうん、確かにその通りだな。そうなのか、お前ってすごいんだな。そんなこと全然ないわよ。全然、ええ、本当に。港で会った時からあなたの行動力と立ち居振る舞いには気になるものがありました。加えてその謙遜した態度、能ある鷹は爪を隠すと本当だったのです。能ある鷹は爪を隠す？能力のある者は自分の才をひけらかさないという意味だ。この僕のように。なるほど、ホームズのようにね。明智君、ミス・マープルの言葉は本当だ。彼女のひらめきは僕の頭脳を上回ることがある。ごく稀にだけどな。珍しくホームズが他人を認めた。しぶしぶだけど。ホームズ君にも認められているとはさすがですね。ここまで女性の地位が確立しているとは、女王が統治する国なだけはあり